はい、それでは2016年弁理試験最終合格されたウェダトさんのと今日は語学の会談をですね対談をしたいと思います。じゃよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ,あの語学の秘訣等についていろいろと聞いていきたいと思いますけども、まずあの多くの資格がある中で弁理士を目指そうと思ったきっかけですね。これを、えー、お聞きしたいと思います。 はいえっと、弁理士というものをです、ねえー、大学生まで知る機会が全くなかったんですけれどもと就職を考え始めた大学院生の時にときに就職の武器を探しているときにちょうど知財という話を耳にすることがありましてでそれでいろいろ調査している中で弁理士という仕事に出会うことがありました。なるほど。はい、それは私のときと全く一緒ですね。<laughs> 入社したときは全く、入社した,時は社したか、大学入ったときは全くね、便利酒知らなかったですけれども、大学院の1年ぐらいでそういう話を友達から聞いて、じゃあ、面白そうだなと思って始めたのが、全く一緒ですね、はい。じゃあね、あのレックで受講する決め手となったのは何ですか。はいい、えっと、その弁理士という 知るきっっかけけは大学院生だったんですけれどもアドバイスでやっぱり企業っていうものを知ってから弁理士になった方がいいよというアドバイスを頂い,いたので企業の方に5年間近くちょっと今技術の仕事をした上でそろそろちょっと新しい武器が欲しいなというところでと弁理士というのを思い出していろいろ探しましたそれでレックを選んだきっかけというのは タイミングが良かったのもあるんですけれども、無料講座でいろんなと紹介を受けることが、機会がありまして、そこに無料ですぐに参加できるということと、えー、その参加させていただいた無料講座での、まあ、江口先生の、えー、勧誘力といいますか、引きつけ力にですね、<laughs> とすごい。 引き付けられまして、もうすぐにその場で入会を決めて受講することになりました。あ,あ、そうですか。あの、私はね、あのガイダンスで、ね、いろいろと、熱心にですね。弁理士を紹介するんですけども、あの、無理に入ってくださいっていうことは言わないですね。だけど、とにかく弁理士になりたい人は、まあ。本当にね、あの、私の講座に来ていただくと、まあ、自信があるんで。まあ、ぜひとも来てくださいというふうにね、あの、やる気のある人に勧めます。うん。うん でまあ、結果的にはね、あのー、今までそれで、えー、入ってです、ね、合格された方がいっぱいおられるので、まあ、間違ってないと思いますけどね、その会員はね、はい、よかったでしょう、よかったでそれではですね、えー、実際に学習を開始して、レックのカリキュラムや講師、教材、グシ講師の講義のよかった点は、どういったところですか。はいえっと、ちょっっとと 私が入るタイミングっていうのが先ほどちょっといろいろ無料講座とかを参加させていただいた後で実を言うとあの入門の特実が終わってしまってる状態から入ってしまったというところがあったんですけども、うんうん、と江口先生の教材っていうのがですね、えっとまあ、ベースは特実なんですけども衣装から入っても衣装の重要なところと。 あの全体構成からブレイクダウンして本当に大事なところに落とし込んであるっていうあの洗練されたレジュメと勉強に対する姿勢や考え方をみっちりやっていただいてですね短期であの衣装からでもなんとかあの挽回しビデオ録画の,あの放映でもフォローできたとそこまであのしっかり洗練されている講座だなと思ったところが良かった点だと思います、はい。 あのね、講義ではね、あのー、当然その内容をですね、えー、まとめてで圧縮してですねいかにこう頭に入れやすいかそこまでまあ考えてやってるんですけどもそれ以外にとにかくね自宅でしっかりと学習してもらわないとこれ絶対受からないですね。で当然たくさんの知識があってその講義を受けるだけでは頭に入らないわけですね。だかかからら家でいかに勉強してもらうかと でいかに熱心にやらないといけないかっていうのを毎回こういううるさいほど言いますで、まあ、それをねあのほとんどの人は真面目に聞いてくれいただきてもらってですね一生懸命やってくれるんだけども、まあ、それうる,うるさいと言って何もしない人はね受からないですで絶対必要ですから、はい、でそれを素直に受けてくれたよな大体、はい、ねあのそういう,こうモチベーションを上げるために、まあ、切迫感を持ってもらうで持ってもらわないと あの馬力は出ないですねだから必死で言うんですけどもそこにねやっぱり応えてですねまあしんどかったけどもやれやれ言われるから一生懸命やったという人は大体成功してます、はい、ほとんどの人はやっぱりそこでね、えー、ものすごくこう時間を投入して集中するのでまあ実力上がるわけですね上がったか上がっっったたかか受だと思ってま <laughs> <laughs> まあもちろんね、あのー、1年目でえかなり 知らない知識をいっぱい入れるのはきつかったと思うよねであの,その初めて聞く知識とその今まである程度こう理系の人が多いので理系で親しんだ知識を入れるっていうのは全然入れ方が違ってきますねであの最初かなり違和感あったと思うんだけども、まあ、その克服はどうやってやったかなそうですね、えっと、全然知識ゼロからだっったので、うん、やっぱり 頼るものがレジュメしかなかったんですけれども。まあ、まずはあの大事なところっていうのを最初から突き詰めていくっていうのはかなり難しかったので、全体を把握してでこの法律の体系はどういうふうになってるのか？っていうところから順番に。あの1個ずつちゃんと確認しながら見ていくっていう形で、うん、なんとか自分の時間を使ってその講座。 の後のバックアップをしてあの頭の中を整理してっていうことを繰り返していけばある程度の期間が経った時にはあの見返した時にしっかり知識が構築してるなっていうのが確認できるようになると思います、はいまあ、だからあのいっぺんにね一気に頭に入れようとして消化不良を起こすとかなりしんどいんですねだから慌てずに一つ一つ頭に入れていくのが一番近道だし、まあ、それをしっかりとやっていただいたと。 いう話です、ね、まあレジュメとかはまあそういう意味でね絞って出るところに絞ってで講義で分かってもらってあとはその絞った内容をね残してもらうという形をねまあそこはもう道筋を私つけてますからあそこはあとはね一つ一つを噛み砕いて頭に入れていただくというのは大事なんですよまあそれを実行してもらったと,いうことですねじゃあ次に、えー、働きながら勉強される方が大半の弁利試験 これはほとんどね、便利試験というのは、あの宅郎している人ってほとんどいないんですね、もうほぼ9割以上が、えー、仕事を持ちながら働いてる、まあ、あの同じ度のいううにいるわけですよ、だけど、まあ、しんどいで、学習スケジュールを組むこと、実行することは大変かと思います、まあ、これはみんな同じことなんですけども、じゃあ、上田さんは、まあ、どのようにされたかというと。 スケジュールを組むのが正解かっていうのはちょっとまだわからないですけども、まあ、試験なので受かるためのスケジュールをちょっと組もうと合、うん、格したとしてはちょっと考えましてと、まあ、試験の日程というのはもうすでに分かっているのでそこから逆算する形であのここまでにはこれができてて目標が達成できるっていうスケジュール、うん、あのマイルストーンを置いてでそのためにはどういうふうな時間を確保しようと。 いうことししっかりり考えてやりましたでもう一つは働きながらというところの点ではなかなかやっぱり仕事が忙しいという方が多かったりして帰るのが遅いとか電車の時間が長いという方もいっぱいいらっしゃると思うんですけれども私の考え方としては、まあ、あ夜が遅いなら朝だと思いまして朝の始業時間というのはあんまり左右される人というのは少ないと思います、ねうん、逆に。うんうん 自分でコントロールできると思うんでその前の時間をうまく使ったりとかですねなんとか時間を捻出して頑張りましたはいあのね、まあ、私いつも言うことなんですけどもこの勉強、まあ、仕事でも勉強でも同じなんですねいわゆるねこう情報量がすごい多いとうまくマネジメントをしていって、えー、計画を立てないと効率性がガーンと落ちるんですねで例えばもうほとんど社会人の方が受験生なので仕事される時に 必ず開開発発されていていも開発計画立てますねでどのぐらいでマイストーンがあってということを常に見て、えー、仕事進めないとど,うにどこに今自分がいるのかというのは分からないし遅れているのか進んでいるのかも分からないという状況なんですだから必ず会社ではそういうその開発計画のてでビシッと管理してやってるはずですでないと短期で開発できないわけですねで便利試験も全く一緒なんですよ ただ、ね、これはあのお金もらってやってるわけじゃなくてお金払ってるから個人個人人がやってるんです、ね、だからそのマネジメントには結構難しいんですよ。で計画を立てるっていうのは結構そこそこ時間がかかるのでやらないんですねだからやみくもになんとなくざーっとこう思うがままに勉強すると結局必要な、えー、知識がですね本当に入れ,ないと知識入れないといけない知識がこれぐらいあるとしたら それが確実に入入っってていいいるのか入ってないのかかなな全くわらないとでそういう状況下で、まあ、悪い言い方をすればチャランポラな勉強をしているとね本当にこう入っているかわからないでしょだからその計画を立ててやるってものすごく大事なことで上田さんの場合はねやっぱりまあおぶすると、まあ、それなりにねあの完璧とは言えへんけども、まあ、あの考えて時間のマネジメントもされたのでやはりね成功,に導成功につながったと思います。 じゃあ、ね、えー、モチベーションの維持いやスランプ克服の工夫についてお聞かせください。でまあ基本的には仕事をやりながらねでプラスアルファの時間で自宅でね新しい知識を継続的にね入れ続けるっていうものすごい重労働なんですよ。でまあ私も当然経験してるからすごいやっぱしんどいことなんですね。でそれを1日だけだけけったらいいけども 1>, まあ1年とかね2年とか続かせるっていうのはも,ものすごい大変なことだとどうされました、はいえっとまあ、先ほどの,そのスケジュールを組んでですね合格するイメージをずっとか考えながら、うん、まあ自分が弁理士になるんだという考えをずっと頭のどっかに置いて、うん、でこうすれば受かるだろうっていうその先ほどのスケジュールマイルスを考えながら勉強してで 立てたスケジュールのところに自分が来れてるっていうところで、まあ、モチベーションとか確認のやる気を上げていくとっていう点と、まあ、確かに新しい知識っていうのは全然頭にすぐ入ってこないですしなかなか一人でやっててもですねあの全然どうしていいか分かんなくなったりもすることが多いんでやっぱり一緒に勉強する仲間を探すっていうのも一つの手かなと思います。で私の場合は結構 いろんな仲間に救われてですねここまでたどり着けたと思ってますので勉強仲間を探すという点でもモチベーションの維持やスランプ克服にいい刺激があるんじゃないかなと思ってますそうですねあの上田さんはねあの1年目あの入門講座を受けていただいてで、まあ、あとゼミに、ね、来ていただいたんですねであの1年目からゼミに来ていただいたんですけどちょうどねあの同じぐらいの実力のねお友達がおられて。 で私はもういつもね、その二人を刺激してね, <laughs> ねど。いつもね、あのね、同じぐらいなんですよ。だけど、ある時は上田さんがずっと上行って、ある時はもう一人のね、まあ今年合格された方ですけども、上行くと。常にな、しばらくね、1ヶ月ぐらい、その差がつくのが続くとね、負けとるやないかって言うてね、<laughs> そう言うとね、なかなかみんなニヤニヤしてね。<laughs> となると面白いのがね、こう見てるとね、 ッアプ上がるでしょシーソーソなんですよでまたこ,こ,こんな感じになってくるんですねでまた負けとるやないか言、ま、たまたこんな感じになってねで多分ねあれでねこうかなり上位にずっと上がってきたのでものすごいねこう相乗効果というかね一人でやってることに比べてかなり刺激になる刺激イコール、えー、モチベーションが上がってで勉強に対する馬力がね出るということですね。でまああの 上田さんの、えー、受けた1年目はね、なんか合、あ、格、のー、対談をしましたけど、ぶっち抜 <laughs> すごい知識の吸収力のある女性がおってね、はい、その人にはね、はい、ちょっとぶっちぎりされてましたよね、それもモチベーションの一つになりましただからそ見えてるわけですよ、ずっと先に行けるのね、はい、で基本的にね、あのー、優秀答案というのがあるから。はい じゃあ本当にそんな高い点数を取っているのかということで実際書いてるわけね同じ時間で同じ勉強したのにすごいビシッとこう書いてるとその差は何なんやというのがあったのでかなりねそういう意味でやっぱりその相互のねこうどういうかなベンチマークというかねこう競い合ってねまあいい意味で競い合って勉強するというのはものすごく大事なこと だからその勉強をする中での効率性というか何をすればいいかというのは私がもうある程度道筋をつけないといけないことなんですけどもまあ変な勉強の仕方をしてねそれで一生懸命やってもこれは成果出ませんだけどいい方法をやってですねあとはそれに向かってずっと進んでいくというのがモチベーションなのでまあ非常にいい形だったね。で良かったのは2人ともよかったからうんやっぱりねそれは本当に私もね あの消しかけてねであとねなんかスランプとかね、はい、が起きる時とかあるじゃないですかちょっとやっぱりどうしてもねこうやる気がしないと人間だからまあ基本的にはそれ科学的には脳からねあのなんか変なホルモンが分泌されてるとかね、はい、なんかそういうことなんですよ結局はね。でそういう時にやっぱりそれなりにスランプだからということで一定期間やらないとやっぱりこう知識というのは抜けていくしえー 次にやり始めるっていうね、機会がなかなかね、難しいですね。はい、どうしました?。ありました。なんか<れ>いえ、ありました。あったすごい、ありましたが。うん、と、まあ、そのまま何もせず、やってると。あの、その一年目で、失敗したっていうもの、をもう一回見てしまうっていう恐怖も。あったので、まあ、そうはなりたくないという、まあ、逆境と言いますか、うんうん、そういうモチベーションと。 次こそは受かろうという仲間と一緒の勉強をするっていうところでそこはなんとかひっくり返して頑張ってきましたなるほどでねまあ結構ね過去にもずっといろんな語学者の方ね私見てるんだけども当然人間だからスランプに入る落ちる時ってあるんですよでその時にねやっぱりそこをしっかりと理解して落ちても最低1時間とか2時間とかやるべきことは決めたことはやるんやと。で特に、 マイルストーンがあってある程度1日とか1週間でやることを決めていたらやることが目の前に分かっていれば結構っ組みやすいんですねでそれがねもうぼやっとしてねこうどこから手をつけたらいいか分からないんであとはそのマイルストーンを決めたから、はい、達成したらそれでね、えー、モチベーションで上がるわけですよ人間でもご褒美もらえばね絶対上がるわけです。でそれがないん 計画を立てないとないし、モチベーションが落ちるともう。次にやり出すまでものすごいね。力がいるということなので、やっぱ継続的に勉強していくっていうのはものすごく大事だなというふうに思います。で、他にね。周りにスランプに陥ってた人がいました。<laughs> あまり知らん。そうですね。うん、あんまりスランプというほど落ち込んでる人はいないですか。うん。はい、いやね。あのー。 この何年か前の合格者対談でもねちょっとお話したんですけどもやっぱり今までねあのゼミとかでずっとやもう20年ぐらいやってるんですけどもそこそこできたのに来なくなるほんで、まあ、そういう時はね、まあ本当にもう永久に来なくなる人もいますけどもそ,のそこそこできてる場合はねメールでこうちょっとどやとかいうふうにやってね頑張って出てくる場合来る場合もあるわけですね。 でその人はなんかふにゃふにゃふにゃ人がやってたから「もう早く今回!」言うてねで出てきたら「もうこれからもう風呂とあの飯以外はもう勉強しかしたら上がんぞ!」言うてねビシッと言ったら「はい!」言うてねでそこでね何とか立ち直りをったんですねほんでね結局ね出てきてくれたのでそこでこうかなりプレッシャーをねあんまりそこでボコッと折れないレベルを見つつねプレッシャーをかけてその人はずっとこう受かったんですよ。 で結局ね便士を受かってでしばらくして知財のいいところへスッと転職されてねであれは弁理士持ってなかった絶対に転職できなかったので、まあ、すごい良かったと言ってましただからやっぱりねこう落ち込むということはあるけどもそこで何かいろいろあがいて、えー、行動を起こしてで他の人に頼るっていうのはすごい大事なんで,す、ね、で刺激をもらってでなんとかこう気取り通せると。 だからまあ最初からねもうスランプはあるもんだというのはね考えてまあ想定内のこととしてですね対処するのが非常に重要だろうと思いますねじゃあ,あの6番目ご自身の受験経験からご短期合格するためにしてはいけないことは何ですかやってはいけないとはいえっとこれは先ほどの話の裏返しにはなるんですけれどもやっぱりやみくもにいろんなことに手を出して 消化不良を起こすっていうのを一番後々後悔するような大問題になるのでうん、うん、のやってはいけないと言いますか、まあ、やっぱり目標を決めて着実に合格に近づいていかなければモチベーションを持ちますし、うん、短期に合格っていう観点ではなかなかすぐにあの成果の出ないような形になってしまうんじゃないかなと思ってます。 そうで,すねでねあのー、ゼミとかね講義でねまあ私は結構細かくこれせいあれせいっていうのはねまああんまり細かいと言わないけども例えばその絶対出やすいこうというか担当試験でね出るテーマでもある程度決まってるじゃないですか,かそこを集中的にやって確実にねこう自分なりにこう何点取るかをまず決めなさいと。でそのターゲットを決めてでそこを集中的にやって確実に取れるかどうかの計測っていうかね えー、そこのフィードバックをしてで本当に取れるかを自分なりに、えー、判断してで一歩一歩進めましょうという話をしてますね、はい、で多分それはね守ってもらったと思うで,、はい、で着実にねで私から見てねやっぱしてはいけないことというのはそのしっかりねこう講師からこうアドバイスがあってでそのアドバイスがある程度納得できると論理的にねで納得できるのにやらない。 あのそれを言うこと聞かずに自己流でどん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 進めていくで先ほど上田さんが、あのー、広くて広げてねなんか上っ面だけをねチャラ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 とやると一つも実は頭に入らないですねだから結局それはいろんな見方があるんですよ悪いもうなんでそれが得点につながらないかっていうのはも,うい,もういろんな切り口で説明できるんですけども投入したことが得点、まあ、につながらないわけですね。で結局弁理試験というのは ぼやっとした知識で取れるほど甘いいもんじゃないやっぱり法律試験で法律効果っていうのが伴うじゃないですか差し止めできるとか損害賠償請求できるとだからそれは厳格な条件というのがあるからやっぱり厳格に判断をしてもらわないといけないので正確に知識を入れないと取れないとそうやね、はい、だから集中的にガッとこう正確に頭に入れようと思ったらかなり繰り返しねやらないといけないのはさっき言ったようにバッと手を広げてチャラ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 すると 正確な知識が全然頭の中に入らないいつまでたっても入らないね、はいうん、でそれは絶対やったらあかんじゃん今でも分かるやろ分かります、ねはい、でそこなんですよで必ずねいろんなことを知識を入れないと点数は取れないというのは恐怖心もあるんよね、はい、だから同じところに立ち止まってるとじゃあこんなペースでやっていったらあの本当に受かるのかっていうことになるのであッとやるんやけども実はねあッとやるのが。 もう失敗の原因そのものないな。で、それをね、かなりしつこく言って、で、理由も説明してや。言うんだけども、やっぱり言うこと聞かない人って、やっぱりいるんですよ。で、そういう人はもう確実に落ちてます。で、もう最近はな。あのー、私が言ってることを論理的に説明してね、何が必要やと。で、それを聞かずに、パラ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 やったり。条文を見ずに過去問だけをやるとかね。そういうことをすると、条文読めないでしょと。で、もしそういう方へ陥りやすいので。 陥ったら自分は10年選手になる勉強してるんやと思いなさいというふうに言うてんね言言っっててまするん。で10年生になりたかったらそれしてええでと言ってるんですよ。でそこまで言われてまだやるかいよっぽどよっぽどスベたいねんないう話。<laughs> <laughs> ということで基本的にはねやっぱりね正しい勉強方法を踏んでもらった。であとはねそこ踏んでもららったら どれだけの時間でで習得できるか、うんはい、これはは個人差はあるわなう、ねうん、だからもうそれが1年でできる人もいれば2年3年でかかる人もいるけども10年には絶対ならんいう話<る>絶対ならんわな、はい、でそんなひらめくような問題が出るわけじゃないし知識があれば解ける問題でしょ、はい、所詮はもう理系の問題に比べたらねら数学の難しい問題に比べたらいだこんなもんお前もう足し算みたいもんやもう指則演算の世界やろ。<laughs> はい そうなんですよ実はねあの、じゃあですね、えーまあ、してはいけないことというのをお聞きしましたけども、ズバリ2016年合格の決め手になったのは何だと思いますか、まあ、話は多分重複すると思うけども、はいえー、昨年ですね、2016年合格の決め手になったポイントですねはい、まあ、今言われたように、重複するんですけれども、やっぱり江口先生の言われたことを素直に。 実行した、まあ、できてるっていうのを自分的にできたとしてあの確実に合格に近づいていったということで、えっとまあ、最終合格まで何度かたどり着けたと思ったス,スケジュール、道のりを歩んでゴールまでたどり着けたというところが、まあ、決めてといいますかやり方として正解だったなと思ってます。そうですね、ね、だから、ねあのー 多分、ね、合格のために何が必要かっていうのが本当に分かればじゃあそれを潰していけばですね確実に受かるわけですねでそのマイルストーンを決めたっていうのはまさにそれなんですよで例えばあの利権、まあの人は多分多いから、まあ、その別の話で言うとね開発計画を立てる時にじゃあゴールはないんですかスペックは何ですかって全部決めるじゃないですかじゃあそのために何が必要かっていうのを一つ一つ開発していきますねでその中であるところマイルストーンのところで遅れてるの遅れないのかというと だからそのフィードバックですねで、まあ、実験をするにしても計測技術がなかったら絶対に開発できませんだから自分がやってる今の、えー、ポジションですねそれが合格のゴールに対してどこにあるのかっていうのをしっかり認識するっていうのがすごく大事でそれが多分できてるんや、はい、だから短期間で合格できたとこういう話だね。はい だから、ね、こ,うこれから勉強する人、まあ、これのね、えー、対談を聞いておられる方もねそこのねそのマイルストーン自分の位置づけで何が必要かっていうことの把握ですねものすごい大事になってくるでそれで結構ねだから一つは例えば論文とか担当試験とかで絶対出るで毎回出るっていう共通ポイントが例えば論文で言えばその。 肉のの、ね、優先権絡みとか国内宣言とか国際質管絡みでね書くパターンって決まってるわけですね3条に。じゃあそれがそのいっぺんに答案全部だったら難しいけどもあるところについて書けるかどうかの確認というのは実際書いてみて比べてみないとわからないわけですね。はい、でそれを必ずやれっていうふうに資料も渡してまあ私は言うわけだけどもそれをやらないと人もいるわけです。で書かない書いてないものもない論文の場合はね。 それを書かない状態で眺めてるだけでっていうのは全然自分ができてるのかできてないのかわからない状態やな。はい、だからまあ,まあまあ実験で言えば何も計測もせんとこんなもんでいけるやろって自分で勝手に思ってるだけの話なんでそれは非常にですね合格へのポイントへ進む上でのですねこう必要なことが実行できてるかどうかがまあ大体そういう人はできてないんや。ということで。 そこがややっぱりねねキーやね、はい、非常に重要なところでそこを実行できるかどうかとその計画を立てるかどうかと実際に実行できたかどうかという話やな。はい、なのでね上田さんの場合はね私はずっとこう見てるんやけどだから、まあ、あの他にねあのずっと受かる人もね、まあ、ある程度こう仕事量っていうのがね、えー もう夜,な夜,夜中になるとかね、まあ、ちょっと早めに終わるからいくらでも時間がありますけどこれも確かにあって、まあ、彼の場合はかなり時間的にはタイトやと私も思ってたでだから時間的にもそんなにも時間はねもう好き放題取れるっていうわけじゃなかったやろ、はい、その中でしっかりとあの、えー、すごい情報量ですね多い情報量をね膨大な情報量を頭の中にこう整理していられたっていうのはまさに整理整頓してマイルスを決めて、えー、進んだと。 まままさににそそううややなほんと思いますね,で我もねだからねあのゼミとかでもねやっぱり思うようにねパッ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 とこう素晴らしい点数じゃなかなかな最初のは取れへんかったけども、はい、あのほんでまあ当然私は「やれやれ」って言うんだけども、うん、そのやりたくてもやれる時間がなかなか取れない、うん、っていうのがあるやんね、はい、だから彼の場合はだからじゃあ夜は遅いとで夜遅いとね、まあ、2つのタイプがあるわけですよ。で1つは もうあダメなタイプね絶対ダメなタイプっていうのは仕事とか自分ができない結果が出ませんとなんな理由を作るんや一生懸命だからいや自分はす夜が遅いから勉強する時間がないからだからできないんですできないんですって言うんですよで私から見たらね分かったとだけどそれだったら受からへんなっていう話なんやでいくら言い訳したって別に言い訳してもらっても別に別に私責めてるわけね。な何でもないからそうじゃなくて。 じゃあどううするののかかっていいいを考えななとと前に進めないでしょとだから言い訳ばっかりする人で終わりっていう人は受かりませんで彼みたいにじゃあ朝はあのね始業時間決まってるから朝やりましょうとかね、まあ、次今の課題をちゃんと見据えた上で解決策といを考えてるわけですねでそういう人は絶対受かるわけですよ何から問題っても全部解決していけるかっいう話ですねだから、まあ、まさに決め手になったというかね合格できたというのはもうその姿勢と実際に実行したと。 そこや<あ>、うん、だからね、まあ、要はねあの情報量を、ね、の忙しい仕事の中でまあ要こなしたと、まあ、足はもう感心してますよじゃあ最後になりますが今後の目標と2017年に便利試験を受験する方々ですねで2017年今年ですねで2018年便利試験に向けて今から、えー、始められた方々へで2018年に向けてというのはこれから始める人ですね。 もちろんこれから始めて2017年受かってもらったらいいんだけどさすがにねそれはねあのもうよ,っぽどよっぽど記憶力がもう素晴らしいとかねもう1日丸1日完璧にあの効率的に勉強したという以外は無理なのでまあ2017年に弁理試験を受験する方々2018年に向けてこれから始められる方々その人たちにメッセージをお願いしまず2017年度。 えっと受験される方はです、ね、これから、もしが始まったりです、ね、まだまだゼミに参加されている方もおられると思うんですけれどももう1回自分が立とうとするゴールを見据えてです、ね、ゼミ、模試の使い方をもう1回よく考えて着実に一歩ずつ合格に近づけるような姿勢をもう1回考えてみたら。あの 絶対大丈夫なな試験なのであの少しずつ合格に近づいていってほしいなとそして最終的にはと合格最終合格を勝ち取ってほしいなと思ってますで2018年度あのこれから受験を考えられてる方こちらで受講を考えられてる方と、まあ、悩んでるぐらいだったらまずは行動を起こすっていうことを考えていただいてですね、うん、とどうしようかなと思っている方は 江口先生の無料講座に来てですね、あの刺激を受けてもらって、申し込みを、でもうすでに入門講座とかをもう検討されてて、申し込みをされてるという方はですね、もう江口先生についてたら間違いないと、もう素直に言うことを聞いて、ちゃんと豪格に向かって走るということを決めてですね、まあ、あの頑張ってほしいなと、キーワードはですね、もうずっと江口先生から言われてる、選択と集中、それで。 気合で、まあ、なんとか2017年と2018年の方はですね最終合格まで頑張ってほしいなと思いますはいどうもありがとうございますあの受験生の方ねぜひともねあの疑問持たれた方もあの本当かっていう方もおられると思いますけども私のガイダンスに来てくださいでなぜ合格するかっていうのをしっかり納得できるように説得しますので、まあ、それであの納得したらぜひともね私の合格を講座を受けていただければまず えー、正しい方向へ導きます。もう自信がある。ということで、今日はよろしく、ああ、はい、今日はどうもありがとうございました。いしたはい、どうもありがとうございます。はい